いや、ハロー、どうもおはようございます。寝起きで来ました、アルプラザ常用です、今。眠。さて、今ね、10時52分になったところなんですけども、あと8分ほどで、なんと吉田さんちの大道芸ですね。まあ、一応と言っていいか、僕はお友達と思ってますが、はい、もう何回もお会いしてるんでね、見に来ました。今日あの奈良の神様のジャスパーさんも来ておりますんで。グッジャスパー今日は楽しみましょう。ジャスパーさんでした。はい、ということで今日は楽しんでいきましょう、うん、Ah!
がもう、ただいま12時5分になりました。次14時からの回も見に行くんで、今ですね、アルプラザの中のサイゼリアで休憩してますが、いやー、ゆうかちゃん4歳なので、あの高さで乗ったらやばいですね。身長のなんか2倍、いや2倍どころじゃないな、3倍ぐらいのところに立ってることになるんでね。あと奈々ちゃんがね、もう小学校4年から知ってますけども、大きなったなっていうのでびっくりでした。はい、ちょっとザスパさんにも感想を聞いてみましょう。ザスパさん、一回耳落ちどうでした？最高あれ、亀田四郎さんですか？あ、ちなみにあの亀田四郎さんの最高 YouTube チャンネル出たことありますもんね。ではまた見てください。はい、見てくださいね。ありがとうございます。はい、チーズたっぷりミラノドリアと、なんとかのサラダです。はい、ただいま13時35分です。なんとですね、まだ25分前なんですけども、もう満席、やばい。さすがやっぱ吉田さんち人気ありますね。もう椅子がもう空いてないですね。はい、まあ2時からも楽しんでいきたいと思います。皆さん盛り上げていただきたいですよね。あ、ゆうちゃん皿回しっていうかさ、パパ先にやらさせて。じゃあこれ終わったらゆうちゃんね。うん、いい。じゃあゆうちゃんちょっと待っとって。あ、ゆうちゃん、うん、分かった、うん、分かった、すいませんね、ごめんなさいね。2階のお客様すみません、なんかちょっとでも聞こえなと思って拍手いただいてもいいですか？すみません。
今お願いします。はい、ということで今2時38分で今2回目終わりました。ジャスパーさん感想を。もう感動して涙が。はい、これがジャスパーマンの演技力ですね。これがジャスパーマンの演技力ですね。以上です。ありがとうございました。はい。いや、ゆうかちゃん可愛かったですね。ゆうかちゃん可愛かった。ね、ゆうかちゃんの最初ごねてあのお母さんの子いったの可愛かったですね。可愛かった。何しても可愛いね。何しても可愛いですね。いや、 やっぱり4歳が頑張る姿を見れてね、もう僕はやる気をもらいました。よかったですね。また楽しみにしてます。はい、ジャスパーさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、はい、ただいま、14時50分になりましたね。はい、今も吉田さん家の大道芸でね、まあ、海さん、お父さんですねと、奈々ちゃんと、まあ、ゆうかちゃんちょっと怖がられてゆうかちゃんバイバイでめっちゃ怖がられました。やっぱこの顔ですからね、今ヒゲもやばいんでね。はい、もうほんま海さんね、もう5年ぐらいの付き合いになるんですけども、うん、まあ、我々さっきジャスパーさんと一緒でした。あとジャグラーミゾンとね3人で主催した、僕らの自主ライブの1回目と、3回目かな、ゲストで来ていただいて、うん、もうそれ以降できてないんですけど、あ、4回目かな、うん、ちょっとそれはもうコロナでできてないんですけどね。もうなんかしかもその時の写真を撮ってたおじいちゃんが現れて喋ってましたけど、いや、そんな奇跡あるんですね。いや、やっぱこうやってね、他の方のショーを見るとね、いい刺激になります。今日は来てよかったです。はい、ということで今から帰って動画編集します。まあ、皆さんもね、よかったらあの吉田さんちの大道芸、三重県鈴鹿市からね、お越しで、いつも鈴鹿市から来てます言ってるんで、言っても大丈夫かな。はい、鈴鹿在住の方々なんでね、ぜひ三重の方は
特に三重の方は見に行きましょう。滋賀とかね、そのあたりやってはるんで、はい、もう最高でしたね。特にあのゆうかちゃん、ゆうかちゃんがごねたとこ、皿回してごねたとこ、むちゃくちゃ可愛かったです。ちなみに奈々ちゃんもすごいですが、高1ですよ。なんか小学生の時の奈々ちゃんはね、もうそれはもう天真爛漫、もちろんね、タメ口でしたけども、やっぱ高校生になるとね、もう中学生になった時ぐらいから敬語を使うようになったんでね、なんか大人になったなと思いましたね。はい、ということでですね、吉田さんちの大道芸リポートでした、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いいたします。はい、以上、マジラジオ芸人浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。